訓練を行ったのは尾鷲海上保安部で、三重県尾鷲市の尾鷲湾で釣り人が海に転落した想定で実施されました。訓練では空からの捜索や専用の器具を使った落ちた人の救助訓練などが本番さながらの緊迫した状況の中行われました。尾鷲管内では今年6月末までに人身事故が11件起きていて、海上保安部ではライフジャケットの着用などを呼びかけています。